アベル・マティアス・エルナンデス・プラテロは、ウルグアイ・カネロネス・ケンパンド出身の、同国代表サッカー選手、SC ・インテル・ナシオナル所属。ポジションはフォワード。母国の CA ・ペニャロールで育ち、10代半ばに、セントラル・エスパニオール FC に移籍。2008年にプロデビューすると、すぐさま得点を量産し、イタリアのジェノアに引き抜かれたが、メディカルチェックにおいて異常が見つかったため移籍は、 取り消しになった。その後は CA、ペニャロールに復帰。問題なく、得点を重ね、ユース代表未経験にもかかわらずに、A 代表に招集された。2009年の南米ユース選手権で、得点王に輝くと、その2年前の同大会で、得点王を獲得した同胞、エディンソン・カバーニの所属するパレルモニー席。最初のシーズンは主にプリマベーラでプレーし、 カンピオナートプリマベーラ決勝では、決勝点を挙げクラブに、初のタイトルをもたらした。以降は、主力としてプレーしているが、怪我が多く、才能を高く評価されながらも伸び悩んでいる。ハルシティ AFC2014 年夏、クラブ史上最高額となる移籍金、950万ポンド、契約期間3年で、プレミアリーグのハルシティ AFC に移籍した。 2016年8月13日、2016から17、シーズンのプレミアリーグ開幕戦、レスターシティ FC 戦にて、スコア0から0で迎えた前半アディショナルタイムに、コーナーキックからのこぼれ球を、オーバーヘッドツインシュートのように、アダマディオマンデと、ほぼ同時に触れて、得点を決めた。映像解析の結果、ディオマンデが、わずかに後に触れていたことがわかり、エルナンデスのアシスト、 ディオマンデの得点となった。チェスカ・モスクワ2018年8月1日、ロシアプレミアリーグの PFC チェスカ・モスクワと3年契約を結んだことが発表された。あるアハリ2019年7月28日、カタール・スターズリーグのあるアハリ・ドーハへフリートランスファーで加入。2020年8月28日、SC ・インテルナショナルに1年契約で移籍した。 ウルグアイ代表として2009南米ユース選手権に出場しに得点王に輝くと2009 FIFA ユーマイナス20ワールドカップでは1ゴールを記録した2010年8月11日のアンゴラ代表との親善試合にて A 代表デビュー初ゴールコパアメリカ2011ではグループリーグと決勝トーナメントのペルー戦に出場し優勝を経験した コンフェデレーションズカップ2013のグループリーグ第3戦の多七戦では4得点と活躍した。ありがとうございます。